十二代目、片岡二座衛門、九月九日から1946年三月十六日は、日本の歌舞伎役者。八代目、片岡二座衛門の娘の子で、十代目、片岡二座衛門の養子。本名は、片岡東吉。東京、今戸出身。1885年東京、千歳座で本名の片岡東吉で、初舞台を踏み、その後二代目、 片岡土之助を経て1901年に4代目、片岡ガ道を襲名。1936年、東京、歌舞伎座、馬切れの織田信孝で12代目、片岡二座右衛門を襲名。この当時、東京歌舞伎では、お山が不足していたため、関西歌舞伎の二座右衛門も招きを受け、15代目、市村右左衛門の相方を多く務めた。当たり役に、生写し屋の 旦那浦兜ぶと群記、古関のアコヤなどがある。吉方最後は十二代目が復活させ、片岡高尾が演じて、以来、人気狂言となった。1941年目掛けであった、元日活女優の小町敏子との間に、子供ができた後、生細無つが病死。1942年、前々年に引退していた小町敏子と結婚。長男は十三代目、片岡が道。 次男は二代一村吉五郎、三男は六代片岡路園。戦後間もない1946年3月16日、東京の自宅で、夫人の都子、四男、女中二人と共に、住み込みの門人によって、薪割り用の斧で殺害された。立ち役、小山の双方を務めた。長尾秋助は、姿、特に目が、美しく、 やや含みがちの功績ながら調子も良く、娘方、二枚目の範囲での芸域は広く、アコヤ、朝顔の美雪、おそめ、桜しぐれの吉野太夫、そして立役では、伊沢衛門、松平長七郎、伊沢里勝五郎、寿司屋野安家などの当たり役では、他の追随を許さなかった。応用な品位は独特のもので、新歌舞伎でも、より友の氏のより家は高く評価されている。反面、 どことなく冷たさと暗さのある芸風であったが、六世、売行没後の十五世、うざえもんの相手役の位置に座ってから、明るさが舞台に出るようになった。三千歳、いざよい、お富など、江戸前の役をこなし、平郎とした色気を見せたが、誠実な生せわものの味が出にくかったのは、やはり性格的な、冷たさによるものであろうかと評している。ありがとうございます。